クイビシェフの切手バレリアン・ウラジー・ミロビチクイビシェフは、ロシアの革命家。ロシア内戦中は、赤軍の上級政治員。ソ連の著名な政治家。クイビシェフは1888年、オムスクの軍人の家庭に生まれ、オムスク用年団で学んだ。1904年に、ロシア社会民主労働党へ参加。1905年、軍事医学アカデミーへ入学したが、 1906年に退学させられた。1906年から1914年の間、彼はロシア帝国内各地において、ボリシェビキのために活動し、シベリアのナリウムに追放された。1914年12月、ロシア社会民主労働党ペトログラード委員会委員となる。1917年の2月革命後、彼はサマラに移り、地方ソビエトの議長となった。 同年10月、サマラ革命委員会議長となり、市内のボリシェビキの武装放棄を指揮した。1918年から、サマラ県執行委員会議長。当時、左派共産主義に加わり、ブレストリトフスク条約の締結に反対した。ロシア内戦時、陸軍、海軍革命軍事会議議員となる。1918年10月、当サマラ県委員会議長となり、 アストラハンの防衛を組織した。1919年10月、全ロシア中央執行委員会、トルケスタン委員会副議長兼、トルケスタン戦線革命軍事会議議員、ザカスピエ構成時に政治委員となり、領内の粛清を指揮した。1920年5月、トルケスタン戦線政治局長。9月から、ブハラ人民ソビエト共和国全県代表。 1920年12月、全ソロ働組合中央評議会幹部会議員。1921年4月、全ロシア人民経済会議幹部会議員。11月、電気総局長。1921年から党、中央委員会委員候補。1922年から1923年と1926年以降、中央委員。 1922年4月から1923年4月、当中央委員会初期。1922年から1923年と1934年から1935年、中央委員会組織局員。1923年4月から1926年8月、当中央監督委員会議長。1923年から1927年、 中央監督委員会幹部会議員。1923年7月からソ連労働観察人民委員。1926年1月から5月、ソ連人民委員会議副議長を兼任。党内の派閥党総時クイビシェフは党の団結に賛成し、ヨシフ・スターリンの忠実な支持者となった。また、 工業化と集団化の信奉者でもあったクイビシェフは、1926年8月、ソ連最高人民経済委員会議長となり、ソ連の全工業を手中に収めた。1927年12月、中央委員会政治局員となり、死ぬまでその地位を保持した。1930年、グリゴリー・オルジョニキーゼに代わり、 国家計画委員会議長を1934年4月まで務めた。1930年11月から1934年5月、人民委員会議副議長。1932年2月から1933年4月、農産物調達委員会議長を県九1934年2月から、ソビエト監督委員会議長。1934年5月、 クイビシェフのために新設された人民委員会に第一副議長職に任命。彼は大粛清の推進者の一人であったが、弟で赤軍の軍団長だったニコライと最初の妻のエウネニアを粛清によって処刑されている。セルゲイ・キーロフ暗殺事件の捜査に着手して数日後、心臓発作で急死。意外はクレムジンの壁に葬られた。彼は熱心な音楽家であり、詩人であった。 クイビシェフは二度結婚したが、子供はいなかった。サマラ氏、ボルガール、およびハガルチンは、彼の死後に改名され、1935年から1991年まで、クイビシェフと呼ばれた。ロシアのボシビルスク州のクイビシェフと、アルメニアのクイビシェフの二都市は、未だ彼の名を冠している。サマーラ近くのボルガ川上に1957年、完成した水力発電所は、 クイビシェフ水力発電所と命名された。ありがとうございます。